ボンドチャンネルをご覧いただきありがとうございます。本日はボンドカーズ葛飾より車両紹介の動画をお届けいたします。今回もよろしくお願いします。お願いします。今回ご紹介するお車がポルシェ911カレラ 4GTS 2023年式4000キロ越しの車両になります。いい車が入ってきましたね。はい、ついにやっとです。もうワクワクが止まりません。そしてもう911今もう話題がすごいじゃないですか、はい、そうですね。マイチェンアリーノ、うん、でしかもマイチェンも結構衝撃のマイチェンだったじゃないですか。そうですね。で、はい、おそらく納車に関しては少し先になると思いますけれども、はい、これから中古車市場なんかもより活発になってくるんじゃないかなと、はい、やっと本当にこう仕入れられたっていうところで、まあ、正直他の車は左ハンドルがもう圧倒的に今輸出需要で高値ではあるんですけど、だいぶ高いみたいですね。だいぶ高いです。でポルシェももちろん左も高いんですけど、国内需要も高いので右も正直高いんです。なのでもう本当仕入れたいし、お客さんが欲しいからオーダーで買いたいっていうんですけど、やっぱり値段が合わずせっちゃって、まだまだ高値っていうのなので、まあ、今回仕入れられて、まあ、この装備そういうのを考えるとこれもすぐ売れちゃうんじゃないかな。確かに。なので今回あの動画なるべく早く編集したと思いますけど、あのお問い合わせ早めにいただいた方がいいかなっていう内容になっています。はい、でまず今回のこちらのお車のセールスポイントなんですけども、はい、最初にも触れましたけれども、高年式、高年式23年式ですよ。そうなんですよ。そして低走行、はい、4000キロ、あのどうやって乗ってたんですかっていう、はい、そういうレベルですけど、はい、そして GTS なんですよ。 GTS です。あのマイナーチェンジ発表されまして、はい、衝撃のハイブリッド、ハイブリッド、まあ、いいか悪いかは、まあ、もちろん乗ってみないと何とも判断できないですけど、一つ事実として純ガソリンがこれがどうも最後になるんじゃないかな。そうですね。ただポルシェの場合、はい、後から足してくるパターンももちろんなくはないので、はい、まあ、何とも言えないですけど、おそらく純ガソリン GTS はこれが最後になるんじゃないかなと。そしてもう一つオプション満載、満載です。なんかもう様子からなんか感じ取れますけど、はい、今回の車はなかなかオプションが入ってるということ で、ね、で GTS って言ったら、はい、あの標準装備結構多いじゃないですか。そうですね、はい、でそれプラスアルファオプションも結構入ってるということ で、なかなかこういう答え出てこないんじゃないかと思いますので、はい、詳しくご紹介したいと思います。でまずエクステリアからなんですけど、はい、寸法4533、全幅の方が1852、全高の方が1301ってことなんですけど、はい、992からこれワイドボディっていう区別がなくなったんですね。あ、そうですね、はい、あのターボは別にして、はい、まあ、ターボはもちろんダクトがついてるんで、はい、まあ、ワイドになってますけど、2駆4駆で幅が一緒ということ で、 そうです、ね、はい、全部全車共通で1852、はい、そしてこれがほぼ寸法的には先代の991のワイドと同じぐらいの、もうほぼ変わらない一緒の寸法になってるみたいですね、はいはい、そしてもう一つボディカラーアークティックグレー、はい、これだいぶ少なくないですか。そう、珍しいですよね。ですよね、はい、これ調べたらなんか2023年からの新色、うんうんうん、たまに GT4RS かな、あ、はい、なんか後方車だからイメージカラーかなんかで使ってたりとかして、うん、はい、ネットとかでは見たことありますけど、実車もしかして初めて見たかもしれない、はい、そうですね、はい、これがネズミ色って言った方がいいですかね。少し青が入ってる、青もそうですね、入ってますね。でもメタリックとかパール入ってないですよね、これ、はい、入ってないです、入ってないです。そうですよね、はい、ソリッドの、はい、非常に珍しい 色です。で今回あの紹介する前に中古車情報サイト見たんですけど、はい、ほぼないです。ないです。そして 4GTS もほぼないです。本当に数台レベル、はい、だこの組み合わせって言ったら、はい、もしかしたら本当に1台とか2台とか、そうですね、おそらく市場に出てるの、はい、そのぐらいの数になってくると思うんで、はい、もうこれだけでも、うん、もうハマる方には選ぶ価値があるから、はい、価値あります。そして GTS といえばもうオプション満載なので、はい、スポーツデザインパッケージ標準装備、はい、標準です。なのでバンパー、そうですね、いつもかっこいいのがついてると、はい、ついてます。そして各部グロスブラックにもちゃんとなってるということで、はい、下側がグロスブラックだったりとか、高級感とこのスポーティーさ、はい、彼ら系の最上位ということで、うまくなんか、そうですね、融合してる感じありますよね、はいはい、というわけでこんな感じのバンパーになって、あとヘッドライトの方が、はい、これ一番高いやつじゃないですか。そう、入ってるんですよ、はい、PDLS プラス、はい、プラスで、しかも4箇所がこう縦長になってる。そうですね、これあの詳しくないと分かんないですよねでも全然違いますね、はい、ということで、はい、この中が黒いこちらの高い方のヘッドライトがついてると、はい、レーザー LED ですね、はい、こちらも装着されております。はい、そして早速横に回っていきましょう、はい、そして横に回ってきまして GTS といえば足元じゃないですか。そうですね、一番目を引くこちらのタイヤホイール、はい、まずサイズの方が20、21ということで、はい、まあ、標準のカレラなんかよりかも、
標準装備のものが1インチずつアップされてる、はい、そしてターボデザイン、ターボホイールですね、はい、こちら標準、そしてセンターロックですよね。そうですね、センターロックですね。これ稀に5ケツのオプションのホイール選ばれる方もいらっしゃると思うんですけど、はい、ほぼセンターロックということで、はい、ここはあの個人的にはですよ、はい、あのセンターロック大好きなんですけど、はい、あのメンテナンスだったりとか考えると、はい、まあ、知っておく必要があるのかなと、はい、あの普通のところじゃ外せないですもんね。そうですね、やっぱり特殊ちゃんとこういうのに慣れてるところじゃないと外せないですね。でこの後確認しますけど、一応トランクの中にアダプターがあって、はい、まあ、それで回せるようにはなってるんですけど、はい、あの1人じゃまず外せないですよね。外せないです、はい、で工具もおそらく普通の車屋さんにはないですよね。ないですですよね、はい、なので、うん、なかなかまあそうそう外すことってないと思うんですけど、はい、まあ、例えばそのパンクしたりとかして、うん、はい、まあ、タイヤ一回外して修理したいとかいった時に、はい、まあ、少し注意が必要かなと。そうですね、こんな感じになってる、はい、ホイールやっぱりかっこいいっすね。いや、かっこいいですよ。シンプルですけど、いや、この車体の色とあとこのグロスブラックがマッチしてて、確かにこうボディカラーとめちゃくちゃ合ってるっすよね、はい、合ってます。そしてもう一点、僕個人的にセンターロック大好きなのが、はい、あのポルシェって、はい、PCD でかいじゃないですか。あ、大きいですね。だからこの5ケツのホイールにするとここの面積が結構でかく見える。はいはい、はい、でセンターロックだとちっちゃいからスポークがすごく長く見えるんですよね。そうですね。だから1インチアップ以上に足元が静観になると、はい、うん、そして組み合わせてるタイヤ、当然ポルシェの認証のタイヤ、はい、そしてサイズが特殊なんですよね。そうなんですよ、はい、ターボ未満、はい、彼ら以上そうですね。ということで絶妙のフロント245、はい、リアが305、これターボになると255の315、はい、ワンサイズずつアップするということで、はい、絶妙なとこ攻めてるなっていう、はい、こんな感じのタイヤもついてると。そして奥に見えるブレーキの方はフロント408パイですよ、はい、ドデカブレーキがもう標準装備でございます、はい、そしてキャリパーも今回黒ということ で、ね、はい、これだいぶ今回あのカラーコーディネートもいい感じですね、はい、いいですね、はい、そして気になる PASM 電制御のダンパー、はい、こちらも標準装備ということで、はい、あのなんか99にもう全部標準みたいですね、うんうんうん、そうですね。なんですけど GTS になるとスポーツサス、はい、これと組み合わせてるのが標準になって、なんか1センチダウンされてるということで、はい、彼らなんかいるか1センチ車高が低い、はい、でよりこうスポーツデザインのバンパーとローダウンで静観に見える、こんな感じの足元になっております、はい、そしてあと横サイドスカートなんかもしっかりグロスブラック、ピアノブラックになってて、はい、ミラーのベースなんかも、はい、そしてミラーもオプションのカーボンミラーじゃないですか。はい、入っております。高いっすよね。高いです。そしてしっかりプロテクションフィルムも貼ってあると、はい、そして通り過ぎちゃいましたけど、はい、この前回り、そうですね、バンパー、ボンネット、フェンダーなんかもプロテクション貼ってあると、はい、しっかりと入ってますね。だいぶ良くないですか。はい、お金かかってます。だって買って施工に出す、はい、もちろん時間もかかるし費用もかかるじゃないですか、はい、それが今回のお車であれば、はい、もうもちろん込み込みで、込み込みです、即納ですよ、即納です、はいはい、ということでしっかりこの辺もやってある、はい、あと窓枠なんかは GTS 全部黒くなりますから、そうですね、はい、この辺なんかもいいですよね。いいですね。そしてこのストーンガード、はい、これも張り替えてますよね。張り替えてますね。あの、はい、標準のものだともっとちっちゃいんですよね、はい、しっかりこっちまで切るん で結構ワイドなからなのか、はい、あの走り方によってはそこの飛び石がすごい車なんかもあるみたい で、ね、標準だと足りなくて惜しいなっていうところに飛び石があったりとかですよね、はい、なんですけど今回の車はここまで結構あるんで、はい、全部ですよね。この辺全部貼ってあるんで、そういったものも防げるかなと、はい、端々なんで意外と遠目から目立たないっていう。確かに確かに確かに、はい、本当にここの切れ目が、はい、まあ、言われたら分かるかなっていう感じ。そうですね。だ純正のってあのフィルムの質も、はい、あのポルシェから怒られそうですけど、はい、正直そんなにハイクオリティじゃないのかな、はい、だか白いボディカラーだったりすると、はい、黄ばんできて目立っちゃったりとか、ね、多分このボディカラーなんで、はい、純正でもそんなに目立たないと思うんですけど、はい、まあ、今回の車は車外の高品質なプロテクションフィルムに施工し直してあるということで、はい、この辺なんかもセールスポイントになる。そうですね。あとはルーフは今回サンルーフ付きということで、はい、ここは賛否結構分かれるかもしれないですけど、はい、まあ、車のキャラクター的には全然ありかなと、はい、私はありだと思ってます、はい、タイトに走りを突き詰めた車だと、はい、まあ、なしだったりとかしてもいいと思うんですけど、はい、まあ、今回の GTS、はい、豪華内装も付いてますから、まあ、こういったものも似合うんじゃないかな、はい、そして後ろも同様にセンターロックの、はい、そして急遽には後ろ1インチアップということで、はい、21インチ21です。同じく黒のこのターボのホイールが入ってると、はい、そしてタイヤが305ということで、はいはい、
そして今回の車 4WS は付いてないんですよね。あ、そうですね、ないです。あんまり付いてる車はないですよね。僕もあんまり見たことないですけど、はいはい、今回の車はこんな感じの仕様になって、はい、そして後ろに回ってきまして、はい、後ろスポーツデザイン、はい、またはターボ、はい、もうめちゃくちゃかっこいいと思うんです、うんうんうん、でもちろん彼らの良さもあるんですけど、そうですね、彼らだとナンバー下がるじゃないですか。そうですね、はい、お尻すごく大きく見えるじゃないですか。あ、そうですね、GTS とかターボってナンバーの位置が上がるんで、上がってますね、すごいこう小尻に見えるというかスタイリッシュに見えますよね。はい、見えますね。そしてスポーツエキゾーストも標準、はい、そして GTS になるとこの出口も黒くなるんですよね。そうですね。なので他の上のこのポルシェのこのモデルレターのとことか、はい、ポルシェマークとかの、うんうんうん、この辺の黒とかともマッチしてて、はい、今回カラーコーディネートだいぶいいっすね。いいですよね、はいはい、こんな感じの、あ、そして気になるサウンド、はい、そうです、もう991.1 のサウンド、はい、まあ、2.2 で排気量アップしてるんでそっちも気になりますけど、はい、今回はこの 2.1 の、2.1 です、排気サウンドもこの後お届けしたいと思います、はい、続いてインテリア見てみたいと思います。インテリア も、はい、もう GTS 結構標準装備でいい感じじゃないですか、はいはい、そこからさらに今回かっこよくなってますね、はい、というわけでまず GTS なのでスポーツシート、はい、こちら標準になるんですけど今回はさらにこのトリュフブラウンのレザーになってると。大人ですね。大人っすね大人です。だからこれ標準のレーステックスになってるか、はい、レザーになってるかで雰囲気全然違いません？もうだいぶアダルトな感じがします、ね、ですよね、はい、だから標準のレーステックスはどうしても素材的に、はい、スウェードなんで、はい、ちょっとレーシーな感じ、うん、体育会系な感じしますけど、はい、レザーにすると、はい、本当に高級な感じ、どっちかというとターボ寄りな、なんかそうです、ね、キャラクターになるかなと、はい、そしてヘッドレストだったりその辺にはポルシェのクレスト、はい、しっかりエンボスも入ってて、はい、この辺も優勝オプションですもんね。そうですね、はい、メーカーのマークぐらい無償で入れさせてくれよって誰か言ってましたけど、はい、それは激しく同意です、はい、そしてこちらのレザー各部は全部これ白に見えますけどクレヨンステッチでまとまってると。そうですね、はい、で奥に見えるシートベルトなんかはイエロー、はい、差し色ですね。いいっすね、はい、茶色とイエロー合いますよね。意外と合いますね、はい、そしてそこからずっと下回っていくとマットなんかも全部このブラウンなんですけど、はい、マットのステッチはイエロー。そうなんですよ。ちょっとやらしいっすね。そうなんですよ。そして上に上がっていくとダッシュボードだったりとかはクレヨンステッチなんですけど、はい、 そうですね、その奥のメーター、はい、あとスポクロ、スポクロも、はい、GTS スポクロ標準ですけど、はい、それはイエロー。イエローです。革新版ですね。革新版です。というわけでめちゃくちゃおしゃれな、はい、レーシングイエローの差し色が入ったインテリアになってると、はい、あとプラスアルファの部分といえば BOSE のサラウンドスピーカー、はいはい、こちらも付いてると。ついてます。これオプション結構高いんですよね。そうですね、はい、20万円以上するオプション。します、します、はい、まあ、なので音楽も排気音も両方楽しめる車になってると、はい、こんな感じのインテリアになっております。はい、続いて乗ってみたいと思います。はい、何回もご紹介してるんで、はい、乗るまでもないと思うんですけど、はい、どうしても言いたいことがあって座らせていただきました、はい、ちょっとそれは後で、はい、でまずシートが普通の8ウェイ、はい、ですよね、はい、そうですね、これ結構十分かなと、うんうん、はい、 まあ、もちろん上まで言ったら18、はい、でしたっけ、はい、ありますけど、はい、そしてホールドは結構いいです、うん、そしてパンチングなんで蒸れも最小限かな。そうですね。そしてやっぱりレザー蒸れるじゃないですか。蒸れます。今回ベンチレーションもしっかりついてると。しっかりついてます。シートヒーターは標準ですよね。そうですね、ついてます。そしてステアリングもレーステックスじゃなくて、はい、このレザーのステアリング、はい、そして僕が言いたいところ、はい、回す動作が残ってるんですよ。あ、そうです。はい、2.2 でついにボタンになってしまったということで、はい、もう個人的にはこの回す動作だけで買う価値があるかなと。そうです、はい、というわけでこちらもしっかり残ってる、はい、この辺は全部飛ばしちゃいますね、いつもの感じです。はい、こんな感じで、はい、あ、ただ今回あれなんですよ、はい、これもついてるんだどっちでも選べます、ね、なるほど、はい、そしてこの辺は、はいはい、USB のタイプ C、ね、ちょっとタイプ C はちょっとやめてほしいんだよな、はいはい、でも C になるんだったら C で、はい、まだ A がだいぶ残ってるんで。そうですね、はい、そして、あ、そう、ペダルもちゃんとステンレスのこのカバーがついてる、うん、アルミかなのカバーがついてる、はい、豪華ペダルになってると。ペダルやっぱりさ、はい、なんかなくても別に気にならないけど、いやいやいや、ある車にこう乗ると、ね、はい、いいなって思っちゃうよね。うん、というわけでペダルも、はい、レイアウトは特にレビューしません、はいはい、皆さんご存知だと思うんで、はい、そして天井関係、はい、このピラー、ルーフ、バイザー、はい、全部このブラウンということで、そうですね、
めちゃくちゃおしゃれ、うん、そして今回の車はドライブレコーダーだけ、はいはい、これ純正じゃないですよね、じゃないですね、はい、車外のドライブレコーダーが前と後ろで、はいはい、装着されております。こんな感じのインテリアになっております、はい、続いてエンジンルーム見てみたいと思います、はい、とは言っても毎回のごとく これしか開かないですけども、はい、エンジンの方が3リッター水平対向6気筒、はい、馬力の方が480馬力トルクの方が570ニュートンということで、まあ、今更これ紹介するまでも多分ないと思うんですけど、はい、まあ、彼ら比95馬力アップ、はい、トルクの方が170ニュートンということで、はい、だいぶパワーアップして、これに組み合わせる一緒の方が発足 PDK、はい、なんか4駆はもうそもそも全グレード、はい、あの PDK しかないみたいな、そうですね、オートモードですね、あの2駆の一部モデルでマニュアルがあるだけということ、はい、そして0100 3.3秒、はい、マックス309キロっすよ、はい、そして4駆当然なってくるわけなんですけれども、はい、あのフルグリップの状態でもフロントにちゃんと配分するような仕組みらしいです、はい、だ基本リア駆動で、はい、まあ、必要な時で前じゃなくって、うん、まあ、常時4駆が作動するような4駆のシステムになってるということ、はい、そして皆さんご存知の通り、はい、最近発表された99 2.2 は 3.6 リッタープラスハイブリッドということで、馬力こそだいぶ上がってますけれども、はい、少し別の車になるんじゃないかなと、そうです、ね、ということで両方興味があります、はい、というわけで今回はこちらこの後乗ってみたいと思います、はい、続いてトランク見てみたいと思います。トランクの方が132リッターということで四駆少し出てるんでしたっけ、確かここが少し出てた気が、はいはい、間違ってたらすいません、991の話だったらすいません、はい、というわけでトランクの方が132リッター機内持ち込みサイズのスーツケース2つぐらいまで、そうですね、入りますね、いけるということで、はい、そしてトランクといえばこっち側ですよね、はい、そうです、に工具だったりがしまってあるってことなんですけど、はい、この例のセンターロックのアダプター、モンドチャンネルでも何回かご紹介してますけど、それが入ってると、そうですね、なんでそれがあれば、はい、まあ、一応外せることになってるんですけどなってます、そもそもでもトルクレンチがないと締めらんないですもんね、はい、そして一人じゃ回せないですよ、回せないですね、あのここを押さえる人とレンチを回す人の2人がかりですもんね、はい、なのでまあ一応入ってること、ここに入ってるのだけ覚えておいていただければ、はい、まあ、万が一の場合、はい、まあ、それなりの車屋さんだったら多分作業できると思いますね、はい、こんな感じの装備になってます、なってます。続いて遠から見てみたいと思います。お願いします。続いて排気音聞いてみたいと思います。お願いします。行きましょう、はい、はい、お願いします。いやだいぶいいなシートベルトこう締めるとさ、はい、見えるじゃん、見えますね、それもいいよねあとちょっとあの今回これフレームなかったですけど、はい、キーはさ、はい、これアークティックグレーじゃないよ、うんうん、多分クレヨンだよ、そうですね、クレヨンですね、こんな感じ、はいはい、いやインテリアって重要、重要です、うん、エクステリアって乗っちゃったら見えないけど、はい、インテリアって運転してる時にさ常に見えるじゃん、はい、インテリアこう満足度高いのを選んどくっていうのはめちゃくちゃいいなって思う、いいですね、はい、行きましょう、はい、はい、今回リフター、あ、リフターついてるんだ、ついてますんで、ちょっとうちは段差があるんで、
いいじゃん、もう言うことないじゃん、はい、言うことないんですよというわけで今回は、はい、高速市場いいんですか、はい、お久しぶりです、ね、もう入港してきた時にすぐ電話しました連絡しましたこれ通しかねえとこれ取りましょう、はい、高速運転しましょう、ちょっとあの取らなくても売れそうなんで、はい、市場がしたいだけじゃないかって言ったらちょっとノーとは言えないですけど、ノーとは言えないですけど、お届けしましょう皆さん。これさっきあの ETC 入れた時に、うん、こう結構探しちゃったんですけど、ETC がこう横差し、そう、あ、そうなんだ。でパッと見あれついてるのかなと思ったんですけど、そうなんですよ。ちょっとこのシート前後だけだな、前後も電動が本当は良かったな、うん、まあまあでも個人的には慣れてるんで、はい、いやめっちゃいいよちょっとレビュー高速乗ってからにしようかなと思ったけど、はい、めっちゃいいよ。我慢できないです、ね、我慢できないあとカーボンミラーやっぱり中から見えて全然違うね。いいですね。今回カーボンパーツはそこだけ、はい、ここだけです。カーボンパーツもさ入れ出すと止まらないじゃん。止まらないですね。すごいよね。だって GTS レーステックスで結構さ、はい、なんか特徴的な内装なのにさ、うんうん、全部変えちゃうんだよ。変えちゃいます。そうですね。オーダーで。かなり思い切った決断ですよね。こういやターボとかだったらさ、うん、結構がっつりやってるのとかって、はいはいはい、まあ全然珍しくないけど、GTS でこんな豪華装備の。またポルシェもさ、オプションほんと切りないじゃん。切りないですよ。コラムレザーにしますかみたいな。はいはいはい。すいません、ベントレーですかって感じだけど。注文入れられるやつと入れられないのとかあるでしょ。はい、ありますね。特にカーボンパーツなんかその時期によってすごいノックかかっちゃいますよとか、はい、でもインテリアとかまあ最悪後からでもできるからね、うん、パーツで取ってとか、またはその純正にないやつはテックアーツとかでもまあやろうと思えばできるんで、ただ最初にいいの買っとくっていうのはすごくいいなって。あ、そうですね。越したことないですね。いやーちょっとね、1回でいいからね、あのドイツのレンタカーでポルシェを買いたい。はい、あの何度か出張行かせていただいて、はい、あのドイツの足にレンタカー借りるけど、はい、やっぱり出張ですごい距離乗るし、うんうん、荷物もすっごいいっぱいあるから、はい、撮影機材とかさ、はいはいはい、だいたい借りるのって、はい、もう一番なんだろうエントリーの、はいはい、うん、下から2番目みたいな車多いけど、うん、やっぱりアウトバーン走るんだったら1回はちょっとポルシェ、ね、アウトバーンでぶっ飛ばしてみたいな。2台借りるしかないですね。2台借りる、2台借りて、うん、そして今回は高速市場なので、はい、ちょっとそうですね、藤本先輩興味津々のこのスポーツレスポンスボタン、はい、押すと20秒間だけもう車の性能を極限まで引き出せるそうです。もうなんかさ子供じゃん、もうなんか考えることが。そうですね。なんかまたちょっとさ、こうランボルギーニと違う、うん、なんかそのもう子供が なんだろう、はい、男の子というかさ、はい、車好きが考える欲しいものの究極系だよね、はい、また一応20秒間使えて、はい、なんかさっきちょっと調べたら、はい、究極 1.1 のなんかそのレビューでしたけど、はい、なんか連続4回まで使えるらしい。4回使うとなんか警告灯がついて、うん、クールダウンモードになるらしいんですけど、ちょっとベンチレーションちょっと使っとこうかそう言われればちょっと911のベンチレーションって使ったことないかも。ああ、めっちゃ聞く。そうですね。うるさい。音もそうですねうるさいって言いますし、結構こんな言うの。ああ、すごい。あ、一応3段階。普通にも掃除機急に。いやいやいや、あれこれ出てんのかな、吸ってんのかな。吸ってる感じですかこれは。分かんない分かんない。めちゃくちゃ涼しい。今日暑いですもんね。暑いいやこれいいな、うん、いやそりゃポルシェなくてもいいけど、はい、あればあったでいいですよ。あった方がいいです。こういう装備は、うん、身の回りにあの救急 1.1、はい、彼らオーナーがいるんで、はい、結構乗らせてもらう機会なんかがあったんですけど、はい、それも 1.2 になると全然フロントの接地感違ったりとか、そう、モデルによってね全然その乗り味というかどんどん進化してるっていう。あのちょっとこう肉のこうフロントがスッてこう荷重抜けるような感じもこう、うんうんうん、ちょっとスリリング楽しいけど、うん、じゃあそれでは今回お待たせしました、はい、高速レビューということで、はい、ここで押していいですか。じゃあそうですね、まずは気持ちいいこれはやばい。そうですね、押した瞬間違いますね。これはやばいぞそうだね、押した瞬間にさ、もう車の、はい、そうスイッチが入るというか。入りますね。
はい、終了です。今のピーってやつですね。20秒で危ないってなってももう一回押せばすぐキャンセルなんで、はい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 、これは気持ちいいわ。だって今ノーマルモードから押したから特にだよね。そうですね。そしてレビューに戻りますと、ノーマルモードだと割とこう普通の車に比べたらやっぱり足固めっす、はいはい、なので本当にあの下道でごくごく低速で乗ると、うん、結構足硬いなって感じするんですけど、うん、あ全然乗れちゃうレベル、うん、硬すぎない。そうですね。21、22がどこまでかなと思ったけど結構接地感あるし、はいはい、なんかこう嫌な硬さじゃないから全然大丈夫だと思う。やっぱりステアリングがめちゃ優秀よ。もうスッてこうさ、はい、こう入っていくもんね、うん、なんかイメージ的にハンドル切ってこう曲がるんじゃなくてこう、はい、こうなんかこう行きたい方向にグッと入っていく感じ、うん、めっちゃ楽しい。そしてステアリングは本当にごく真ん中に少し遊びがあって、はい、本当にこう切り応えとかも適度、はい、ちょっとスポーツにしていいですか。そうですね。あとやっぱりね今時の車、外で停車中にあの排気音確認するんで、うん、ブリッピングするのと、はい、あの走行の音全然やっぱり違う。違いますよね。全然違う。そうなんですよ。多分そういう制御にもなってるんだと思うけど、外だとはまあこんなもんかって感じだけど、はいはいはい、レスポンスも排気音も全然やっぱり違う、うん、なんかさ結構軽ぶかしてるとさ、はい、まあ、ミニとかアバルトとか特にああいうちっちゃい車そうだけど、うん、なんかこんなレスポンス悪いのみたいな。あけど走るとすっごいキビキビしててさレスポンスいいなみたいな。ああいう制御になっちゃってるね多分ね、うん、だってフェラーリとかもレベルリミッターついて吹かせないもんね。吹かせないですね。いやめっちゃいい。いやもうね少し加速するだけでもう最高に楽しい。楽しいですね。でこの PDK のこの素早さよ、はい、ゲームだもんね本当に、うんうん、本当にだからその変速ショックっていうのはない、ないですね、音とこの加速だけ、はい、本当にゲームみたい。だからこの乗った感じってさこの動画では伝えられないんだけど他の車に絶対ないよね。うん、ないですね。排気音と吸気音が一緒にさ後ろからしてさこうすっごいどっしりしてる感じ。でそんなに僕も肉4駆特に992で肉4駆 GTS で同じので比べたとかっていう経験はないんで、まあこれ単体でのレビューになるんですけど、はい、あの安定感半端ない。安定感伝わりますもん。もう全然怖い感じじゃない、うん、ださっきみたいにグッてこう加速しても、うん、あーっていう感じもないし、うん、ないですね、フロントのトラクションが抜ける感じもないし、はい、そう、はい、危ねっともなんないよね。なんないですね。本当にまっすぐ蹴り出して飛んでいく感じ、これはね、転がすだけで幸せになれる車だ。あと最近さ、はい、まあ、耳と感覚がアップデートされたからかなのかさ、はい、992も出た当時、まあ、もっと言えば 992.2 でターボになった時にさ、はい、やっぱり NA の方が音良かったなって思ったけど、はい、最近なんかもう全然992いい音するよねって。うん、音質はもちろん違うよ、うん、ポルシェってでもなんか音響っていうかそのチューニングする人専門の人がいるんだよね。あ、そう、はいはいはい、だちゃんとその五感に訴えかけるというか、だそういうのまでちゃんと計算されてるっていう。だ外で聞こえるさわずかなこのタービンのヒュルヒュル音と、はい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 、あとこの吸気の音よこれ。そうですね。いや最高。総評いいですか。ちょっと早いけど、はいはい、だいぶ早いですね。120点。そしてもっと乗り込みたい、はい、いや所有したいと思うもんね。思いますよね。もう買える人は買った方がいいですよね。あとね、あのレーステックスのインテリア、うん、特にまあ見た目もそうだし、はい、その特に肌に触れる部分が違う。そうですね、うん、あれスウェードだから、うん、全然質感がやっぱりこのスムースレザーと違うから、多分シートのこの特に夏薄着だから、うん、その触れる質感とあとステアリングの感じがやっぱりレステックスとレザー製で全然違うんで、まあ、その辺は気になる方は座ってハンドル触るなんてできるんで、うん、やってもらった方がいいかもしれない、うん、いやーめっ
っちゃ気持ちいい。笑っちゃうよね。笑っちゃいますね。笑っちゃいますし、ある程度今混んでますけど、うん、その制限速度内でこんだけ楽しめる、うん、楽しめる楽しめる。いやもちろんそのもう乗られてる方からしたら、はいはい、いやいやそんなちょっと踏んだだけで何言ってるのよと思うかもしれないけど、全然僕らなんかだったら片鱗だけでも、だもちろんそのサーキットとか、うん、そのそれこそアウトバーンとかでも踏んでみたいなと思うけど、全然片鱗だけでも、なんだったらもうこの試食だけでも幸せになるレベルだよね。超気持ちいい。で高速なんでブレーキのレビューはできないですけど、まあ、そこに関しては、はい、まあ、宇宙一効くブレーキですから、はい、言うまでもないかなと、はい、あと結構ね、そのなんだろうな、しっかり外の音と中の音、はい、聞かせてる音と聞かせない音の区別がはっきりさせてる気がする、うん、だからこの対向車線、はい、音入ってこないけど、後ろタイヤのこのロードノイズとエンジンのこのノイズ、うん、めちゃくちゃ聞こえるよね、うん、聞こえますね。不思議な感覚だよね、うん、確かに確かに。だからこういう大型とかさ、すれ違っても音がしないのよ、うん、ほらそうですね、最高だ。あ、そしてですね、ちょっとレビューの話じゃないんだけど、はい、これさ、ダッシュボード今回トリュフブラウンじゃん、うん、で992からね、はい、あの明るい色のダッシュボードなくなってるらしい。あ、へー。そうモハーベベージュだっけ、はいはいはい、あのもっと明るいベージュのインテリアあるじゃん。 ありますね。あるんだけど、あれもダッシュボードは黒なんだよね。へー。そうでね、それうちのポルシェ博士が知ってて、はい、あのなんかねアメリカで訴訟があったらしい。あ、見えなくなるとか。そう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 、やっぱそうなんだ。でそれからなくなったんだって。へー。だもちろんそのなんだろう、オーダーで頼めばできるのかもしれないけど、はい、標準のでは、はいはい、なくなったっていうことで、もう気持ちに何回言えば済むんだよっていう。スポーツだとやっぱり結構硬いね。あ、そうですね、硬いけどやっぱりその分車が踏ん張れるんで。でもこういう高速のすぐなぎ目とかもう跳ねる感じしないもんね。ないですね。ずっとくっついてる、はい、ちょっとあの商品車なんで回せないけど、はい、回したい。回したいです。そしてコーナーを、はい、うわー、もうゲームだよ、ゲームゲームゲーム。これさ、後ろから撮ってたりするじゃん、はい、市場とか、はい、自分で見返して、はい、もう一切こう修正打当ててない。あ、なんか車で分かるよね、自分で編集しててさ、あ、結構こうフラフラしてんなとか、ロールしてんなとか。そう、もちろん乗った感じのそのフィーリングよりかも、うん、そう客観的にこう編集するときに見て、ああやっぱ違うなみたいな。いやー、ちょっとめちゃくちゃあっという間だったね。そうですね、あっという間。いやー、いい車だ。だからもうとりあえず992.1 はもう買えないということで、はい、だ気になる方は。最近ベントレーのベンテイガ撮らせてもらって、はい、まあ、あの辺もこうもうオーダーに近いから、うん、フルオーダーに近いから、結構中古車一期一会ですよねって話したけど、はい、ポルシェも本当に一期一会だよね、うん、そうですね。だたまにまあ、オークションだったりだとか、うん、まあ、中古車情報サイトなんかでもそうですけど、はい、わ、こんなのあるのっていうさ、うん、たまにすごい答えが出てくるじゃん。だって992.2 になるちょっと前なんかだとほぼ頼めなかったみたいな ね。なんか枠があるない、うんうん、そのディーラーさんレベルだったりとか、はい、お客様レベルで、そのだからくださいって買いに行っても買えないみたいな。買えない、そうです。いや、もう今オーダーできないんですよみたいな。で役付きなんかね、もうセット販売。そうですね。そこに関してはちょっと動画では触れないですけど、ちょライブ配信でそこも触れたいんだよな。また久しぶりにライブ配信したいんだよな。炎上しそうだけど。さあ、ドライバーチェンジしまして、はい、藤本店長が、はい、え、なんか助手席広くなったかな。広いですし、ちょっと前にだまだ出してます。ああ、まだいけるんだ。もうちょい後ろ行きますね。あ、スポーツからねノーマルに戻すとね、逆に柔らかく感じるぐらい。そうですね。なんだろうな、すごいメリハリある、マイルド。結構しっとりしてるなって今思っちゃう。うんうんうん、うん。ハイレングストッパーちょっと何とかしてもらっていいですか。でせめてメモリーにしてほしい、うんうんうん、あ、もうこの人はオフなんだなっていう人はもうエンジンかけようが切ろうがずっとオフスタートにしてほし
あとレザーパッケージっていうか、ドアレザーのやつはこれ浮かないんだよね。浮かない、はい、そうですね。ずっと浮くんだよね。結構浮いてきますね。991もみんな浮いちゃう。あ、早い早い、気持ちいい。ノーマルで、うん、うわすげえな、これ助手席でも接地感わかるよ、すごい。ちょっと押しちゃっていいですか、はい、藤本店長発進。気持ちいいけど、すごいのが本当に飛んでく感じしないのよ。そうですね、マジでそのまんまその車線をトレースしてそのまんま走ってる感じ。なんだろうな、本当になんか電車みたいな、そのぐらいの安定感だよね。コーナーも、いやー不安感ないな、これ飛ばさないでってならないもん。ならないですね。本当に高速に移動できる乗り物、なんかこういう段差越えたりとかしても本当にこう箱のまんまこう動いてる感じするもんね。今じゃあ気持ちいい、はい、スポーツに変えて、はい、ちょっとこれちょっとお店に帰るのやめて、ちょっとどっか海かどっかに、そうですね、ワインディングで箱根かどっかに。いや、めっちゃいいとして、しっかりしてるもんね。しっかりしてますね。ステアリングもそうだしさ、なんか FF でいうとこのトルクステアみたいにこうハンドル持ってかれる感じもしないし、なんかボディがこうやばい感じもしないし、でしっかりその減速できるっていうのも分かってるからさ、踏めるじゃん。そう、ギリギリまで踏めますからね。そうなんだよ、減速できるって。だからちゃんと走れる車ってブレーキがやっぱりしっかりしてる。しっかりしてる、そうですね。992どうなるんだろうね、 2.2、そうですね、ハイブリッドで。ちょっとこのエモさは残してほしいな。そうですね、まあ、もっともっと未来の話ですけど、その 2.2 のさらに次がどうなるかですよ。ああそうね、でも718も今度さフル EV になるじゃん。あ、そうですね、そう、それもいろんな噂があるよね。だからなんかそのまあ、ちょっと操作は全く不明だけど、はい、そのワーゲングループでは結構ポルシェは採算性が悪いって言われてて、まあそうだよね、だって儲かる車じゃないし台数も少ないし、そうちょっと肩身が狭いんじゃないのみたいな話は聞いたこと。だから本当にだからもうフェラーリみたいにもうめちゃくちゃ高くても好きな人に届けるようにするか、もう本当にもっと環境性能特化して、うん、ちょっと大衆化していく可能に極化になるんじゃないかなみたいな、うん、っていう気はする。正直この車も安くないもんね。まあもちろんそのなんていうのこのマーケットで言ったらこの装備がついてこの金額でって言ったらむしろお買い得なレベルだと思うけど、一般的な金額で言ったらもうね、そうですね、もう超高級車なわけじゃん。高級車です、最高や。ここがあれですね、一緒なんですよ。そうだよね、こことこことあとここがドアのところが一緒っていう。確かに今回のこのブラウンの内装だったら、はい、あのマットカーボンもあるけど、マットカーボンじゃなくてこれはすごくいいと思う。ちょっとただものじゃない気がする、最初に頼んだ人。ハイセンスな感じです、うん、でポルシェってさ、はい、あの知らないと買えないよね、まず。あ、買えないですね。誰か教えてくれる人が詳しい人がいないと、まあ、普通はそれは多分ディーラーの営業の方なんだろうけど、そうじゃないとまずそのベース選びもできないし、そうですね、で自分のライフスタイルとかそれに合ってるものと、そう、車選んで装備選んでオプション選んで、でしかもその自分のライフスタイルに合ってるものが必ずしも正解とは限らないじゃん。そうですね、自分が思いもよらなかったものでこんないいのっていうのもあるかもしれないから。そう、だからなかなかね今市場、まあもちろんその中古車だと市場できるのってあまりないと思うけど、ディーラーとかでも多分車がないと思うから試乗車っていうのはないと思うけど、
まあ、機会があれば本当にいろんな車に乗るっていうのはすごくいいと思う。だから俺動画撮らせてもらって、はい、めちゃくちゃ勉強になるもん。やっぱりいろんな車乗らせてもらって、だからカーズのね若い子とかも積極的に車は本当に触って乗ってした方がいいと思う、うん、だそのテンションでお客さんにこう説明できるじゃん。そうそう、そうなんですよね、うん、いやこれめちゃくちゃいいんですよとか、いやここちょっといまいちなんですよねとか、そうで別にそのメーカーとかそのなんていうのプロフェッショナルの人たちが悪とは言わないけどさ、うん、こうなんていうの利害関係があるじゃんそう俺らないじゃん。ないです、ね、そう正直レビューをお客さんに伝えられますからね。そうそう、まあ、知識量で言ったらもちろんプロフェッショナルの人に変えてないけど、うん、まあ、あと金額面じゃない。そうですね、そう、はい、欲しいっていう人はもう多分カーセンサーで、うん、あの検討中がめちゃくちゃつくタイプの車だと思う、うんうん、ちょっと藤本先輩もちょっとドイツ行って一回ぶっ飛ばしてほしいいやマジでね、ちょっとね、価値観変わるよ。あ、そうそう、ありますね、変わる。もう何だったらもう社長にはぶっ飛ばされそうだけどカーズのもう店長級の人たちは全員ドイツアウトバン講習をした方がいいと思う。本当にそれぐらい思う。やっぱりその作ってる国に行って、うん、そう走ってる車見て、そうで、まあ、機会があればその走ってる、はい、作ってる人たちの話を聞いたりとか、結構そうなのとか、うん、なるほどねって話めちゃくちゃ多いよ。楽しみだなこれから。だってまだ今回発表されたのは彼らと GTS、はい、そうです。コンフィギレーターはもうできますからね。だから彼ら S とかターボはまだ出てない、はい、出てないですね。だそれがどうなるのか、うん、あとはやっぱり注目なのは GT3、GT3 RS が 2.2 でどうなるのか。本当に今買っといた方がいいんだよな、なんか。多分それが輪をかけて今その中古車相場でそう動いてるんだと思うんだよね。確かにコロナで少し落ち着いたけど車は相場は。けどやっぱり特定の車種とかさ、そういうのは相変わらずだもんね。相変わらずですね。もちろんそのコロナみたいに異常にバブってのはないけどさ、あんまり最近。でもポルシェ911に限っては落ちてきてないですよね。そうだよね、もうずっとだよね、ゆるくずっとこう。そう、いやめっちゃ楽しかった、なんかよかったですね、うん、もう一回いいですかっていうぐらいのもう一周それちょっとやめときましょう、はいはい、続きはじゃあ購入された方に、はい、はい、ありがとうございます。ありがとうございました。いやめちゃくちゃいいよ最高。じゃあ最後になりますけれども、いや GTS 最高です。最高で、僕が欲しいです、はいはい、そしてこういったお車の買い取り、はい、まあ、毎回お知らせしてますけど、はい、お任せくださいなんですよね、はい、でもちろんあの通常買い取りのとオークションなんかでこう仕入れてきて販売させていただくっていう形が多いですけれども、はい、あの直販できるお店に買い取りお願いするって結構メリットありですよね、はい、そうですね、もう奥価格で高く買い取りできるのでその分ではメリットあります。そうですよね、はい、で結局だから買い取っても、はい、自社でこう再販しないってなってくるとオークションだったりとかするんで、はい、まあ、その分の手間を考えて多少買取価格も安くなってしまうと思うんですけども、うちみたいにこういった車であれば再販そのままできるんで、はい、まあ、その分高く買い取れる可能性もありますので、はい、ぜひ藤本店長にご相談ください。というわけで今回はポルシェ911カレラ4 GTS ご紹介させていただきました、はい、車両の詳細は動画の説明欄よりご確認ください。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。